めちゃいい汗かきました。これはもうプロ選手がやっても全然いいぐらいのトレーニングです。いや僕はもう股関節すごく硬いんで、このトレーニングすることですごく柔らかくなって、なんか動き作りにすごくいいなってすごく感じましたね。そうですね、僕の汗見てもらったら分かるんですけど、結構汗かくし、すごくいい運動になりました。やっぱトレーニングを継続するっていうのはやっぱすごく大事なことだと思うので、まあ、ちょっとの時間でも、まあ、毎日続けるっていうのはすごく大事。やっぱりあと食事ですね、体作りにはしっかり、まあ、プロテイン取ったり、あのビタミン取ったりとか、そういうのもすごく必要だと思うので、それも大事にしてます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。